でもね、よく見てください、東海オンエアのもの多いんですよ。こいつね、こいつでしょ、まあ、これはリョウ君のか、リョウ君がね、持って帰らなきゃいけないし。なので今回は若者が使っても便利だなって思えるシルバーカーならぬヤングカーを作りたいなと思いまして、皆さんに協力してもらいました。それでは目を開けてください。せーの、えいやわー、おー、待って待って、おー、形面白すぎたよ。想像超えてたんだけど、これこれかっこいいでしょ。シルバーカーを座れる、荷物が入る、かっこいいです。かっこいい、これはかっこいい、これはすごい。乗れるの？乗れるんですよ、一応。ほら、あー、あれ、ちょっと待ってください、これ。はい、ハンドルが曲がんない。曲がれないです。あ、まあ全身アロミなんだ、これ。曲がれないです。現代アートすぎるな。現代アートのヤングカー。あ、俺のだ。違うよ、これいいの持ち帰らなくて。第1回東海ボクシング世界タイトルマッチのチャンピオンベルト。本当だ、いらないもの認定されてる、持ち帰ろう。いや、ダメだよ、それ俺のだから。持ち帰るのめちゃめちゃダサいじゃん。今回なんと見ての通り、こちらのディファ有明というガチ中のガチの格闘技のイベント会場を貸し切って、第1回東海オンエアボクシング世界タイトルマッチを行いたいと思います。よっ、足動かして、足動かして、芝居。じゃ、いけいけ、連打連打、芝居、最後最後最後、頑張れ、最後の力振り絞れ、芝居。いやー、熱い戦いでした。第1回東海オンエアボクシング世界タイトルマッチ、勝者赤コーナー、テツヤ。いや、でも2人ともね、もうめちゃくちゃしんどいと思う。すごい頑張ったなっていうか、もう2人ともよく頑張ったねと言ってあげたいですね。さあ、そして哲也くんにはこのチャンピオンベルトが贈呈されます。会長、ありがとうございます。かっこいいぞ。これ銀のやつどっちか俺のじゃなかった？違うっけ？そっちは芝居の。これが芝居、今だったら泥棒しようがないんだよね。やろうぜ、ってやろう、決めろ、閉じろ、虫にやるな。ベージボーイを連れて帰って、頼む。ねえ、LA 頼む。世界中のこいつ集めるでしょ、マリナーズと。ガーベージボーイとガーベージブラザーズね、勝手に俺が名付けたんで。俺が本当の名前知らないですけどね。丸だったんですかね、これ最初。潰されてますね。ねえ、聞いてよ、この前ね、ねえ、電車がね、目の前でね、行っちゃったの。ひどいと思わない？そうよね。そうよね。え？あなたもどこかに出かけるの？私はいいよ。私はいいよ。おいで。私はいいから。じゃあ、イクト君、この部屋からは、空気清浄機を持って帰ってください。はい、あと、この、なんか多分、ちゃんと YouTube さんからもらってるこういうものもちゃんと持って帰りましょう。はい。オーペン。あ、あー、ヒカキンさんのやつ見た、それは。そういえばこれ。それか、すごい。人がメインチャンネルでたくさん上げてるのをサブで消化するんじゃない？いやいや、人が上げててもみんな知ってるからっていうこと。なぜか俺らは遅かったのね。そうそう、やっぱ東京の人の方が派遣っぽい来てくれるんだね。そんな雪の影響を受けるなんぞや。まず、これですね。うん。チャンネルのロゴと、はい。なんか、コメントですかね。うん、皆さんのコメントが印刷されて、コメント2個3個抜粋するんだよ。他の人たちはみんなそれで出てただろう。ああ、そういうことね、うん、読みます読みます。いいやつが選んでるのかな、このカマは。すごい一言とかに表すようないい言葉が選んでるやつ、今出てたからね。てか、久しぶりにおもろいの来たわ。おい普段おもろくねえ動画上げてることバレちゃったじゃないか。ではあっちに行きましょう、あの撮影部屋の方に。あ、いたいたいるやん。そう、これめっちゃ置いてあるもん。めちゃめちゃいるやつあるやん。ほんとだ、僕たちの大切なカラースーツをが置いてあって、今芝居が踏んだ。あとこれみんな覚えてる？いったれー。おお、あー、おりゃー、やばい。うわー、すげー、見えたー。あるよすごい黄色い。黄色い。なんか昔持ってなかったこれ。持ってるでしょ。昔こんなあったよ。持ってるでしょ。あ、でも着てみて。心配してたダンディー感は
結構ないね。紫やばうし。やばっそれ。裏地の紫やば。誰のせいっす？俺が川越済みだから。わからん。何それ。いや、こういう色のお菓子いっぱいあるよ、芋だから、そこ。私、芋っぽいな。着てみるよ。違和感な。もう、なんか芝居、ね、しか着こなせないね、これは。さすがに、サイズ通り。オーダーさすがにだよね。さすがオーダーズボン。ズボン。あーあー、ええねえ、短っ。やっぱりな。え、やっぱりな。おい、再生したじゃん。楽しいか。再生したでしょ。今見て北斗園で。絶対にこれやん。再生でもなんかここまでしか測られなかった。ただ今一番ブサイクなところな。かっこいいぞ。おお、すごい。一番かっこよいのどれでした、僕は。まあ、ちょっと撮りましょうか。あ、なかったみたいです。なんかこれ持ってくって言ってたやつでしょ。何これ最初に向こうにその写真行く時に何持っていくかって決めたじゃん。うん。おお。でも一向に移動してないんだ。そうなんだ。マジで。じゃあ行くと何もしてないってこと。いや、これなんで運んでないの。これなんですか。これはスタジオに運ぶって決めてあるもの、うん、あ、そうなんですか。これあとこの辺ね。これはね、大事だと思うよ、結構ね。めっちゃごめんなさい。本当にこれ勘違いしました。うわー、重て。昔のやつ重てえな。ほら、これこんなところに、これをこんな忘れ去られた金だったってなかなかないですよ、日本。うん、ほんと危うく捨てられるとこだったよ。さすがの俺もここは取っといたからね。何さすがのって。ありがとね。俺がこれを捨てなかったのはさすがに英断ですよ。これ記念すべき瞬間よ、これ。これ どうせただの金じゃない、ね。やめなさいよ、夢よねえよ。だから YouTube 最近日本で何人しかもらえないこれがついに手元に。何この適当な字。なんか落書きしてあるね、これね。え、これ落書きじゃん。何これ。落書きはしてある。え、何これ。じゃあ違う、うちら日本人なのに英語で書いてるか間違ってるよ、これ。嘘だね、これ、うん、うわー、すげえ、すんなり開けちゃった。すんげえ、すごない、すんごい。あ、金の盾や、ほんとに。夢まだ見てないでしょ。ちょっと普通に持ってよ、てっちゃん。これ、汚れてるね、でも。やめなさいよ。発泡シロールがついてる。こんなキンキンだったんだ。あれ、ファンフェスで前回持ったのってこれ？これだよ、これ。あ、本当に。 あそこでは全然金色に見えなかったんだよ。ね、シルバーだったんだよ。本気の金だね。おー、すごい。